はい、それでは時刻が来ましたので、学生が語る学部学科紹介、人間科学部の方を始めたいと思います。軽く自己紹介からさせていただきます。4回生、人間科学部4回生の小倉優と言います。出身は都内相川駅にある大阪高等学校の出身です。で、その頃は陸上をしていました。はい、次は早速なんですけど、人間科学部、さっき教員の方から説明あったように、3つのコースでできてます。現代心理学コース、メディア社会コース、スポーツ健康コース、この3つのコースから成り立つのが人間科学部となってます。で、最初にちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、どのコースに今現在興味があるか、もしくはちょっと興味あるなっていうのを感じているっていうのをちょっと挙手を願いたいです。現代心理学コースにちょっと興味がありますっていう人いらっしゃいますか？はい、スポーツ健康コースにちょっと興味あるよっていう方。はい、メディア社会コースに興味ありますっていう人は、はい、ありがとうございます。僕自身がスポーツ健康コースになるんで、ちょっとスポーツに偏ったプレゼンになってしまうので、そこはご了承ください。はい、これまでの自分、ちょっと軽く振り返っていくと、中学の時に陸上の長距離を始めました。で、スポーツ推薦で高校、大阪高校に入学して、3年生の時にヘルニア、腰、ちょっとヘルニアになってしまって、もう陸上続けれない。ということで、どうしようと思って、大学に入ってからはダンスを始めました。こんな感じで、何か別のことを始めるのに、すごい良い機会になるのが大学っていう中で自分は一つ感じてます。はい、なので、なんかこう、こういうのやってみたかったなっていうのがある人は、大学を始めるのにめっちゃ良い機会だと思うので、ぜひとも挑戦してほしいなと。はい、で、主に受けている授業、僕はスポーツのコースなので、ちょっとスポーツの方を軽く言わせていただくと、これはスポーツのバイオメカニクス、筋肉だったりだとか、関節、骨のことについて僕たちまず学んでます。背中にある何の筋肉なのかとか、ここの関節回すと、ここの筋肉、どこが働くのっていうようなことを学んでいて、これを応用してもらうと、まあ、猫背がだいぶ治ったりだとか、横脚がきれいになったりっていうふうに自分の中で応用することができます。で、それ以外にも、これ、スポーツマネジメント、ビジネス的観点から考えてます、スポーツのこと。で、これ今ちょっとスライドに出してるのは、サッカーの日本代表なんですけど、皆さん、もうすぐワールドカップあるんですけど、日本代表のユニフォームがアディダスなのは多分ご存知だと思います。アディダスのユニフォームを使ってプレーしてます、選手たちが。で、この日本代表のユニフォームがなぜアディダスなのかっていうような授業だ内容だったり、実際にサッカー日本代表とアディダスを契約させた人が実際に来てくれて授業してくれたりっていう、すごい実況貴重な機会っていうふうになっているので、内容的には難しくなってきたりもするんですけど、すごいなんかこう羨ましいことじゃないですけど、なんかあ、そんなことあったんやみたいなことも知ることができます。それ以外にも、右側は心理学。あ、このスライドからして、まあ、恋愛のことだったりだとか、性格に関する心理学。とか、こっちは、コカ・コーラさんの広告出させてもらってるんですけど、メディア、広告がどんな影響あるのか、広告ってどういう影響を持っているのか。で、それ以外にも、この2つを掛け合わせて、広告が人の心理にどういう影響を与えるのか、っていうのに組み合わせた授業もあります。そのコースに入ったからといって、そのコースのことだけを勉強するんじゃなくて、こういうふうにこう2つのことを同時に学んだりっていうこともできます。で、次、まあ、スポーツ、僕自身がスポーツなので、ちょっとスポーツのことについて話させてもらいます。いくつかおすすめを挙げさせてもらうんですけど、まず、ライフにスポーツをって書いてるんですけど、いろんなスポーツをすることができます。人間科学のスポーツコースは。体育の授業が多いので、スポーツの体育の授業でいろんなスポーツの基礎的動作とかルールっていうのを授業で学ぶことができます。だからいっぱいなんかもう一つのスポーツに打ち込みたいっていう人は部活を選択されるんですけど、そのスポーツに所属していればこういうスポーツやってみたかったかっていうのが授業であるので、そこで基礎動作だったりルールっていうのを学んで、最終的には試合ゲームをするっていうところまで行くことができます。で、二つ目、資格を取ることができます、この大学は。で、人間科学部は主に保健体育の免許を取ることができます。で、実際になんかこう、教員免許取ろうと思ったら、
実体育大学っていうところに行ってもらってがっつりスポーツをして、で教員免許を取るっていうのが普通なんですけど、この大学は心理のこともメディアのことも学べて教員になることができる。だからなんか応用するのであれば生徒の心理とかを理解した上で教師になることもできるっていうのはすごい魅力的だと思います。で、まあ、普通の授業よりちょっと授業数が多くなってしまうんですけど、それでも保健体育の免許をここで取れるっていうのはすごい魅力の一つだなっていうふうに思います。実際そこになってる青い T シャツの彼は教員目指して就活せずにずっと教職一方で頑張ってます。で、おすすめポイント、人科自体のおすすめポイントを少し紹介します。まず A 館っていう校舎があります。ここから5分ぐらい歩いたところに、まあ、一つ白い校舎が建ってるんですけど、これは主にこうスポーツ、心理、メディア関係なく人間科学部の授業のほとんどがここで行われます。もちろんここだけじゃないです。この館にいたりとか、もう一個横の合館で授業もあるんですけど、大概は A 館っていうところで授業を行ってます。なのでここに来れば人間科学部の友達が絶対にいるみたいな感じなのは A 館です。なんか授業と授業の間の空いてる時間、どうしよう暇やな、あ、そうや A 館行こうって言って A 館に行ったら友達がいっぱいおったりとか、先輩後輩がいっぱいおったりっていうようなことがこの A 館で行われます。だからすごい僕たちにとっては思い出の深い A 館っていうのがまず存在します。で、2つ目、入学してすぐにキャンプに行きます。キャンプって行ったら絶対人と喋らないと成り立たないの分かります？何も一言も喋らずにキャンプに行って、まあ、何泊、1泊2日、2泊3日やり過ごすっていうのはほぼ不可能です。絶対にコミュニケーションを取らないといけないのがキャンプになってます。これを半単位で分けて行うんで、とりあえず友達はここで絶対にできます。何か4年間一緒に過ごす友達もここでできたりするし、ここで僕はそのさっき他教職紹介したからと1回生のこのキャンプで出会って4回生の今でもこうやって仲良くすることができます。で、こうやって事前事後、キャンプの前に授業とキャンプ終わりにまた振り返りっていうのがあって、そこでは先輩も実際に入ってサポートしてくれるんで、先輩とも仲良くなれるし、で班のメンバーとも仲良くなれるっていう風にすごい魅力的な授業の一つとなってます。これがキャンプおすすめのポイントです。で、3つ目、ゼミっていうのがすごい充実しています。ゼミって皆さんご存知ですか？セミナールって言って、一つのテーマだったりっていうところに、みんなで研究をしていく。先生が授業を、内容を話すんじゃなくて、自分たちで研究していくっていうのがゼミナールの、そのゼミっていうのがすごいこの大学が充実しています。で、その中でちょっと僕の所属しているゼミの先生を紹介します。この方、相原正道先生っていうんですけども、経歴プロフィール書いてます。こう職歴とかいっぱい書いてるんですけど、とりあえず覚えてほしいのは大阪ナンバーワンのスポーツマネジメンター、これはほんまに大阪ナンバーワンです。一番下見てもらったら東京2020オリンピックパラリンピックの特別アドバイザーとか、ほんまにオリンピックに関わってるような人がこの大学でゼミの教授をしてくれてるんです。で、ほんまにすごい人なんで、後でネットで検索してもらったらほんまにすごさ分かるんで、向こうの人がおったから大学こんな充実してるって言っても過言じゃないぐらい尊敬してます。で、主な活動内容としてはスポーツポリシーフォアジャパンって言って、スポーツに対する課題点、スポーツに対する問題点っていうのをプレゼンにして自分たちで発表するっていうので、実際東京まで行ってプレゼンしてきました。周りは明治大学、早稲田大学、一橋大学っていう結構頭のいい大学さんと同じ土俵で戦ってきて、こうやって終わった後にこうやってみんなで懇親会なんかもあったりして、すごい楽しく、でもちゃんと研究はしたっていうところです。で、ちょっと内容を紹介させてもらいますと、皆さん障害者スポーツってご存知ですよね。でも障害者スポーツを見ますかっていうところです。皆さん障害者スポーツ見たことありますか？ちゃんと、あ、そうです、見ないんですよね。そう、多分ここにほとんどの人は障害者スポーツっていうものに無関心だと思います。っていうのをちょっと興味あるよっていう状態にしたいのは僕たちの研究テーマ、これを実際に東京でプレゼンしてきました。それ以外にも、関西初となるんですけど、東京2020応援プログラム、2020年のオリンピックの応援プログラムも、これ関西初です。この大学の主催で開きました。で、僕たちゼミ一同が
それを運営だったり企画っていうのをして、実際にこの大学のでかい教室を借りて行いました。で、実際に朝原選手、陸上の朝原選手を招いたりして、で、すごいめっちゃ大変だったんですけど、すごい一つのいい思い出になりました。で、実際先輩方も手伝ってくれたりして、そこでまた仲良くなってっていうような、つながる力がちゃんとあります。で、これ実際利用部員で使われた生活投資っていうものを着てて、思わさわちゃダメなんですけど、あの、もちろんスタッフやから特別にということで触らせてもらいました。先端が実際に増えてたりしてて、あの時、思わず聖火ランナーしか持てないようなものをこの場で持つことができるというレアな体験ができました。で、僕たちの卒業の進路について一番気になると思います。この学部、人間科学部は結構臨機応変というか幅広く就職できます。僕はスポーツ系高校生に所属しながら内定をいただいて進んでいくのがメガネのジンズさんというところだったり、もう一人の友達は、食品関係、食品飲料卸売業のところに進んだりっていうふうに、結構いろんなところに幅広く就職しています。逆に心理コースの方がこうキャンプ、病院に行ったりとか、そういう、まあ、逆にメディアの方が広告代理店とかっていうふうにちゃんとコースに沿って就職している方もいます。で、これ興味を持ちたいんですけど、農林水産業、電気、ガス以外のところには全て数字がついてますっていうふうに、自分がここに行きたいと思ったところに関しては大学側もしっかりサポートしてくれるし、ちゃんと本気であればそこを全然目指せるっていうのが人間科学部の特徴です。なのでどこに行っても恥じない自分をその学部では作れるんじゃないかなっていうのを感じてます。で、最後になるんですけど、高校3年間あっという間だったと思います。もう受験か、その前入学したばっかりやのにみたいな感覚なのはほとんどでしたと思います。でも大学4年間って正直高校3年間よりも早いです。自由な時間が多い分、なんかいろんな好きなことも遊びもバイトもいっぱいできるし、その分時間が経つのってめっちゃ早いんで、どの大学に行ったとしても、どの学部に行ったとしても絶対に充実した4年間絶対送ってほしいなと思います。 1,2 回生の時僕ちょっとダラダラしてしまって、無駄な2年間過ごしてしまって今めっちゃ後悔してるんで、もう入学した当初から目標を決めたりだとか、これは絶対成し遂げようみたいな目標を自分の中で持ってほしいなって。ご清聴ありがとうございました。これで人間科学部の、説明を終わります。で、もう一個後の時間でこの一緒に映ってるそこの彼が人間科学部のプレゼンをしてくれます。僕とはまた違った観点で喋ってくれるし、なんか新しい気づきとかもあると思うので、もし時間に余裕がある方はもう一度参加してみてください。今日はありがとうございました。